てるじゃねえか。痛みいる。言わね。彼は心優しい浪人。困った人だね。かたじけない。生活のため用心棒に。用心棒。おっとりした様子の人を用心棒にだなんて。お父さん。それがしが相手をいたそう。え？眠ってるのか起きてるのか。居眠り憲法とは。幕府をも揺るがす陰謀。眠たいこと言うたら決まりは。岩根様だけを思いお待ち申し上げます。それがしは直殿の兄を切った。直様は今も助けを求めているのよ。男は悲しみを知る剣で悪を切る。そなたに次などない。居眠り岩根。